ようこそ我が家へ。いやー、なんか東海オンエアとして入るのなんか初めてなんじゃないかくらいの。確かに東海オンエアとしてみんなで来るのはちょっと、あんまないですね。うん、メインチャンネルだよ、メインチャンネル、メインチャンネルですよ、やんなきゃ。メインチャンネルやるんですけど、あの非常に待ち時間が長い撮影だということでね、うん、その待ち時間、俺んちで暇を潰さなきゃいけないと、うん、そんな中で、まあ、スマブラたまにはやるか、いや、スマブラはいいと思いますよ、それはもちろん楽しんでね、うん、でも自分で持ってきたじゃないですか、暇潰し道具。あ、そう、あ、いいね、いいね。これ作業結構あるからさ、やること結構あるじゃん、東海やって別に。これ何やんの？これあれですよ、僕あれやりたいです。はい、あれやりたいです。データ作るのね。そうそうそう。いや、それもいいと思うけど、せっかくだからさ、これはなんか量はさ、いつでもやるやん。まあ仕事だからね。そう、でもさ、いつでもやらないものを持ってきたんでしょ、今日。いや、やっぱ先生がいた方がいいしね、いいニッパー貸してもらえますからね。みんなでやるっていうのがやっぱ大事っていうのがね。これ？はい、これですよ。はい。RG のリアルグレードのね、ガンダム、ガンプラをね。まあ2、3週間前に哲也が買ってくれ、いや、買われたんですよ。買われたって何よ？買われたやん。買われたって何ですか？本当に俺はいいよって。いい。いや、あの、まだわかんないから。そう、いや、うん、最初そうなんですよ、うん。俺も知らない状態で、このリアルグレードっていうね、ちょっと難しいんですよ。初心者には難しいかもしれないんですけど、うん、大人だったら全然できるんですね、これは、うん、ただそれじゃないと。いや、でもさ、これを俺ツイッターに載せた時にさ、哲也君意地悪だなみたいな感じだったよ。この、あ、このね、RG っていうなんかいろいろあるらしいんですよ。僕も全然知らないんですけど、プラモにはなんかいろいろランク難しさになって、グレードがありますね。まあ、バンダイのやつはね、はい、HG とかね、うん、まあ無難に、うん、その簡単なんですけど、うん、それじゃあちょっとね、なんていうの、できたっていうなるのはね、早いんですけど、うん、楽しかったってあんま思わないかもしれないと、うん、まあ、全然思うんですけど、うん、でも俺はね、リアルグレードがどれだけすごいかと痛感したので、うん、それを知ってほしい、うん、この上ありますかね、別に全然すごいよな、それ。そんなむずすぎるもんじゃないですよ。2200円ですよ、対象年齢15歳かな、ね、コスパめちゃめちゃいいよ。2200円で何時間もするんでしょ。そう、だって今俺も RG 作ってますけども、それもね、こんなような値段ですごいと思う。多分何十時間やっても全然ね、まだ足りないぐらいの、極めれば極めるほど楽しいという。そう、いいじゃないですか。でね、しかもね、そのね、ガンダムか完成したらさ、お部屋とかに飾っといてさ、ね、ガンダム好きな女子が来た時にさ、ガンダム好きなんだ、何のシリーズが好きって言ってさ、盛り上がるじゃん。いや、俺自身がまずガンダム、いや、私でもやっぱりスレッカーさんが一番好きなんだよな、まあ、女の子はそうだよねって言って、ありがちだね。いや、僕やっぱセーラーさんかなっていう、そういうやり取りができるじゃないですか。わかんないんですよ、ガンダム。そう、ガンダム知らないんですよ。多分見てる方もほとんどね、ガンダム知らないじゃないですか。それでもいいと思うんですよ。僕も全然知らなかった、ね、最初はね、はい、ただ、まあ、これは知ってると、見たことあるなってやつでいいんですよ。ちなみにそれ誰が乗ってるか知ってる？そのガンダム、アムロ。ああ、ここになんか、まあ、たまに別にテツヤち普通にプライベートで遊びに来るんだけど、テツヤ初代ガンダム見てましたからね。いやいや、ね、見るでしょ。見ました。今見るんだと思って。長いぞ、1979年の。それ絵古くてさ、ね、めちゃめちゃなんか新鮮だった。宇宙船がこう宇宙をさ、うーんって飛びながらさ、ナレーションが入るとこなんだけどさ、もうゴミかと思ったの。あ、じゃあ人類が増えすぎた人口ってなるとこでしょ。うーんって、その周りなんかもうさ、白いもやかってさ、これゴミじゃないのっていう、そんなね、レベルのやつでも楽しいんですよ、やっぱり。あの、まあ、別に否定してるわけじゃなくて、わかんないんだよね、その、何もわかんないよ。いや、もうほんとガンダムに関して。いいんですよ、それで。あ、でも、ガンダムについての説明ここに書いてあるので、この。へぇ、ガンダムとはみたいなね、なんかあるんです、うん、そういう設定もわかるし、まあ、知らなくても楽しめるかなと思って、この初代のガンダムも買いました。そのうちその RX782 とかだけで何の模様説がわからないからね。すごっ。あ、じゃあちょっと HG、 その簡単なやつをなぜおすすめしなかったかっていうのを、うん、あの、言いますね。わかりやすくもうあるので。虫眼鏡さんもやってるんですか？やってましたよ。その、あ、やってないじゃん。いや、完成させたよ、ちゃんと、あのグフカスタマね。ですでね、また新しいの何にしようかなっていったところで、ちょっと今持ってきてないですけど、哲也君今日ちょうどこれですよ、その RX782 のね、初代ガンダムの限定版みたいなのね、プレゼントしてくれたんで、これは作るしかないですよ。楽しみじゃん、これって。あ、趣味、遊びじゃん、うん、持ってきましたよ、一旦ね、はい、あ、伊達じゃないね。こちらがですね、僕がまあ最初に作った同じ RG ニューガンダムですね。ちょっとよく見てください、これ。ほら見て、これ、うん、いや、とてもいい作品だと思いますけど。細かいでしょ、こういうさ、ただのね、一枚の、あー、なーに、一枚の板で、なん、何が壊れたのだ。
1枚の板でいいところをね、こうやってす、これもね、3パーツぐらい使ってるんですよ、ここだけで。すごい、本当に、このクオリティは。で、足曲げたり伸ばしたりすると、もう、アーマーがずれたりね、いろいろ、まあ、あるわけですよ、稼働がね、うん。で、このシールも全部ね、これデカールっていうんですか、1枚1枚貼って、このシール貼るだけで3時間半とかかかったんですよ、僕。で、これが RG。いや重たいよ、3時間半にもこれに費やしちゃうの。でこれが、まあ、できたらすごいなって思うんじゃないですか。いや、思う。で、HG 持ってきますよ、HG。うん。そうだ。で、HG は正直ね、子供向けなんですよね。それが出てくるわけですね。めちゃめちゃあいつ、ワクワクした顔で動いてるもん。めちゃめちゃ生き生きしてるもん。うわぁ、めっちゃ先にやられた、うざ。いや、うつしいですよ、ここ。うわ、僕ね、サイコザク作ろうと思ってたんですよ、次。かっこいいっすよね、これね。いいなぁ。サイコザクと、あとね、これユニコーンガンダムのね、LED がもともと組み込まれてるやつ。組むだけで光るという。MG、うわぁ。で、まぁ、あ、これね。でっけぇ。これ見ました、哲也さん。これまだ見てないんですよ。でもこれ短いんですぐ見れますよ。なんかサンダーボルト。そう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 、新しいやつ。新しいけど世代は古めのやつですね。あれ、79だから一緒だね。あ、本当だ。初代と。こっちタイプの顔が味方で、あっちタイプが敵っていう認識だけど。いや、まあそんな感じで。まあ簡単に言うと、目が2つだと味方で、1個だと敵。まあちょっとね、時代が進むとまた複雑なんですけど。そうなんだ。まあこれがね、その、人気のニューガンダムという機体なんでございますけども、うん、これが RG ね、うんで。最近オリンピックガンダムっていうね、うん、特別なやつがあって、うん、HG ってそれ買ったんですよ、うん。同じポージングしたやつ、こちら。いやー。見てください、この差。いや、これはまずいですよ。こうね、まずいことないんですけど、別にこれもね。いや、別にだよ。いや、これはこれで、その自分で改造の違いがあるっていうね。うん、そのすごくのぺっとしてるんで、ここに自分でね、水を掘ったりとか、まあいろいろプラ板つけてね、情報量増やしたりとかいろいろあるんですけど、うん、ただ組むだけだったら絶対こっちの方が満足度があると。なるほどな。いかがでしょうか。くっそ、なんか伝わっ、でも伝わったでしょ、この俺が。いや、すごい、全然これは全然違うね。なぜこちらを勧めたかというね、この差よ。いや、これは歴然とも言えんぐらい歴然。いや、まあ歴然ですね。こんなん一撃でジムに見える。ジム実質ジム。ビームスプレーガンに見えるわ。何それ。知ってる、りょうくん。グッズ、このね、ガンダムのこうビームライフルはピシキューンととかするんだけど、ジムのやつはキューンととかするんだよ。めっちゃどうでもいいビビられてる。へーともビビられてる。へーとも言えるの。これ可動もやっぱ違うんですね。その関節のパーツとかもいろいろね、数が違うんで、すごい動きに制限が、こっち躍動感が違うでしょ、ポーズの。そう、りょうさん、このね、ガンダムってね、結構名言いっぱいありますからね。そうだね。ニューガンダムは伊達じゃないっていうね、やつ聞いたことありますよね。よくも一度は言ったことあると思います。そのニューガンダムですよ、うん、伊達じゃないニューガンダム。言ったことはないけどさなんかなんとなくわかるでしょ。なんとなく、ね、アムロ行きますね。アムロ行きますよね、うん、もうちょっと、でも俺人の趣味受け入れすぎてて、ちょっと渋滞してんだけど。そんな、まだゴールデンカムイもあるし、イデオンクラスも見たかったし。あ、でも見ながらでいいと思うよね。あ、そうそうそう、そんな、まあ、うん、集中してやるもんじゃないと。映像見ながらでいい。俺ばっか何でも受け入れすぎてんだよな、きっと。なことないでしょ。渋滞してんだって。で、これはまた時間かかるタイプだし、まあやる。いや、1日でね、一気にやり通す必要はないですよ、それ、うん、今日は足とかね。そうか。一日でね、RG 作りきるのはなかなか苦行っちゃ苦行なんで。ゆめさん興味ないの？僕結構多分そういう作業好きですよ。ね、ゆめもる別好きだよね、うん。一緒にやろうよ。え？だから僕持ってないですよ。あー、サイコザクあげるか。サイコザクめっちゃ多いぞ。まあ、限定いいそんないいほら、俺よりも真剣に嫌がってるよ。これはなんか気が引けるわ。これはちょっとすごい、ね、なら今からもう買いに行こう。ちょっと見たい見たい、サイコザク。開けて開けて。だって、量これじゃん、パーツ量。そうだね。この箱の大きさだからね。まあ、一個一個がでかいとはいえですよ。うん。こんな。いや、ボリューミー。パンパンパンですよ、これ。ランナーパンパンパン。すごい。ああ、もうとんでもない、これ。いや、嬉しそうだな、お前は。いや、すごいな、パンパンじゃん。それがね、こっちにもありますから。絶対に見えない部品だもんな、大半。これはやばいですよ、ちょっと。これはね、俺ももし作り始めるんだったら相当気合を入れなければならないので。まあ、時間かかるんだ。かかるだろうな、これは。いや、絶対こんなん、ね、1週間とか、いや、かかるでしょ。ここやばい。だってこのパーツもさ、ほら金色のパーツいっぱいあるでしょ、ここ、うん、これも全部パチンパチンパチンって切った後に二度切りピンピンピンってやって、ここいい、もうそれがこんだけあって、それがもうこっちにもあって、それをいちいちはめ込んでとかやってるだけでもうね、数時間あっという間経ちますから。
何も成し遂げてないじゃんって思うぐらいのクオリティのやつを数時間かけて作ってっていう、うん、それを繰り返しなんですね。しかもこのザクあんま強くないからね見た目だけど、うん、結構いいです。結構あんま強くない。かっこいいなこいつ。こういうのはちょっと塗装したいなっていう気持ちがあるから、ね、ああなるほどね。手軽に開けない。いやもうどんどん沼にはまってるやん。すごい大ハマりしちゃう。いやもう塗装までし始めるの仕方ないから。 MR には指南樹、指南樹のしかもこれクリアパーツなんですよ。気が引けるから買いに行くから今から。これ量と同じグレードよ。あ、いいじゃん一緒にやろうよ今から買いに行くから、ね、こんだけいやクリアパーツかっこいいんですよこれ。透明なんだ。そういやそれはいいね。まあこういうクリアパーツとかはもう塗装しない前提なんで、もうや作るだけでかっこいいですよっていうのが保証されている。素晴らしい。おいリミテッドアイテム。あの哲也が朝一から行動してお台場に来たからねすごい。もうさすがにね今日撮影2度寝してたのにな。まったくそんだけハマれるものってことですね、うん、マジで大人の遊びだと思う。いや本当にね。だから僕はあガンプラから入る人もいるんだっていうのを思いましたね、うん、ガンダム好きな人はガンプラ作ると思ってましたけど。もう逆のパターンもあるんですね、うん、でも友達で初めてだもんなガンプラやってる人。俺もちゃんとやってる人はね、そうなかなかいない。もっと上の世代なのかね。意外といないよね。まあかもね。だって79年に始まった作品ってこと。すごいよな伝説だよな本当に。すごい世界中のさロボット好きってやっぱこれに行くわけですよ、ね、確かにな。結局はマジでロボットといえばガンダムだもんな。すごいすごいレディープレイヤーとかすごい。いや本当にこれは称える。いや知ってるもんな。こいつだけはこいつだけは全員知ってるもんな。全員知ってる。ザク知らんくてもガンダムは知ってる。うん、うん、いやでもこの作業量すごいよ。気が遠くなる。ちょっとでいいのよ。ちょっとでちょっとやって今日はここまで繰り返しです。いやー俺それがそもそも苦手なのかもしれない。まとめてやりたいもんな、ね、いろんなこと。まあ、それもありですけどね。俺はニューガンダム一発で組んだんで、まあ、えこっち。そうすごい。という感じですかね。なるほど。じゃあリオさんまた3時間後にサブちゃんのカメラ回しますので、はい、まあ何か完成してるでしょうねパーツが。3時間あればまあまあまあ。えじゃあ1回消しておきまーす。長いな。しんどい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 。さあ3時間くらい経ちましたけれども、だからいい子じゃないですか。いや素晴らしいね。始まりましたね。始まったとこ。いやでもなんかさっきね哲也さんがちょっと怒号を飛ばしてましたけど、りょうさんちょっとやばいらしいですね。ちょっと二度切りがいらないって言うんですよね。いらないってどういうことですか。まだまだ早い。俺には早いとかないのよ。なんでむしろだよ。むしろどういうこと。早いんだからやりなさいよっていう。そうそう、そんな一発で切れるテクがないからね。しかも早すぎない。しかも切るの初心者用のニッパー使ってんだからさ、うん、そんなに綺麗に切れないから。あ、さっき渡したでしょアルティメットニッパー。二度切りちゃんとそれでやりなね。見失った。見失ったじゃない。高いんだからね。おお。え、アルティメットニッパーどう違う。めっちゃ薄い刃が。あ、なるほど、ね、これが二度切り用ですね。ほんとこれはね、高いんですよね。1万円くらいするんですよね。いや、もう転売とかなっちゃって、こんなん、こんなニッパー親方が見たらなんていうか何に使うんだこんなにニッパーじゃねえって何に使うんだ。夢丸にはですね、クリアパーツの指南樹をちょっとあげたの。せっかくなんであげてしまいました。ありがとうございます。指南樹作りたくて頑張ったガンダム見てたのにあげちゃったんだ。まあね、この木にせっかくなんで、ね、別にガンダムベース行くことも今後絶対あるだろうし。いや行きたいな普通に。ちょっとガンダム熱がまたさあ芽生えてきちゃった僕も。ガンダムベースマジで熱かったわ。ちょっと鉄矢作らないなら僕100式作ろうかな。いいじゃん。100式って金色のやつ。そうそうそう、ね、俺もここの取り除きますがかっこいいだろうな。ちょっと泣いてんだ。ちゃんと直したさっきのやつ。大丈夫。あれマジやばかったかな。なんかさっきねすごいちょっと、りょうさん、ギリギリです。じゃ、ダメ。ちょっとピント全然合わないけどさ。あーおいおいおい、うるさいなー。とんでもない、こいつ。うるさいなー。やばわかる、このバリ、このバリ。ひどいね、これ。りょうさん。モテないよ、はっきり言って、こんな人は。いや、何がやばい。これで、誰にモテんの。いや、ちゃ、これにこうやって真摯望む姿勢なんですよ、結局。それはもう趣味やん。俺は別に趣味が合わなかったかもしれないよっていうだけ。いや、まずやってみないとさ。いや、今やってるけどさ。しっかりと切ってくださいね。に関しては俺が一番携わってきたんだから。いや、もうダメだよ、でもさ、あれはさ、発注者に怒られるっていうか、まあ、それは当然、お金をいただいてるわけだから、当然さ、クオリティ高く仕上げなきゃならないじゃん。
自らお金払ってなんでやんなきゃいけないのって。いやもういいよ、じゃあお金あげる。お金あげるから丁寧にやって。発注者。発注者現れた。え、でも逆にさ、寮にさ、本気でさ、なんか時給5000円とかでマジでさ、ガンプラ真剣取り組んでいったらどうなるの？いやでも仕事だからね。そうしたらね。でも黙々と安いかけをするってこと、うん、でも俺らの時給5000円ってどう？いや、じゃあいいよ、いくら欲しいの？いや違う違う、別にお金いらないんだって。富豪がいた。全員払うよ。富豪のガンプラ作らせます。何だよ。おかしいだろ、そいつ。いくら欲しいの、お前。それはね、ガンプラ作るプロがやることなの。はあ、F1 の、だって僕今ね、話しながら12分半かけてさ、やっと今、やっとこれのヤスリ終わったんですよ、これの、うん、これね。そう、てつやくんは、てつやくんはまずパーツちょっと流れ教えて。まあ、こうやってね、量のこういうやつ、うん、この全部パーツをこう切り出して、うん、で、並べたと、うん、で、並べたやつはね、さっきの量のこういうやつみたいに残ってるんで、全部二度切りしましたと。そう、まずこの皿を見てください、このなんと。この皿どこで買ったんですか？もうこれ売ってますんでね、あのプラモのパーツ入れるための。どこに売ってる？あ、俺はアマゾンかな。何欲しくなって、いやちょっと僕も早くさ、行きたいもん。あのなんかガンダムベースかなんかそういう系色々。コビーステーションに行きたい。で、これともう一ケースね、向こうにあるんですけど、まあヤスリがけまだだいぶ残ってるんで、一ケースだけ。マジぶっ壊れそう。これ取れんって。何？取り除きます。どういうこと？どうなってんだこれ。取り除きじゃない？ここを押します。あ、これ、これここを押します。あ、でもここを押さなきゃいけない。あ、でもここ手でいいの？グッて押せば出るんじゃない？でもこれちょっと無茶しない方がいいですね、これは。怖いね。じゃあもうね、一番最初の作業でもう挫折してるもん。あ、できたできた、ほらパワーだった。パワーパワーだけど、ちょっとパーツ破損しないように気をつけて。うわー、すごいね。はい、取れました。どうやって？で、てつやくんそのお皿に入った後に、うん、何回かけてるんですか、ヤスリ。ヤスリはまあ400番で後を消した後に600、800、1000で、消していく感じですね。全部か、4回かけてるってこと？ 4 回ですね、これ研磨してるってこと？これ今、ここなんだけどね、凹凸はないと思うんですよ、ここね、うん、凹凸はないけど、うん、え、怖い音したな。大丈夫？割れた割れた。割れとる、もう。りょうさん、接着剤、接着剤。いや、今のはね、申し訳ない。え、分からん。なんでこんなんで割れるの？不器用なの？いやいや、パワーって言ったから、パワーってやったらさ。あなた、子供産んで赤ちゃんの手折るよ、さ。そで、ボキ、ああ、こんなんで折れるんだって。やばいやばい、それは。ボキってね。そんなわけないじゃん。厚切りいきます。今のはおかしい。これは。あ、イベントのね、あのね、どこ切ってるんですか？あのね、適当に切った方がいいです、最初は。大きく取って。そう、大きく切ってる。絶対事故のないように。大きくバクって切るね、最初は。ね、もう買っといてよかった、ミスターセメントスーパーパワー。危ねえ、危ねえ。おもろ、そういうのあるんだ。ミスターセメントスーパーパワー。ちょっとやばいな、なんかガンプラ作る時、てつやに来た方がいいな、なんか。物揃ってっからね。いや、モチベーション上がるな。合わせ目消したりとかするやつ大丈夫かな。F1、うまくつくかな。F13。いや、細け、これちょっと。でもこれちょっとなんか妥協してもいいぐらいのパーツではあるけどな、足裏だから。いや、めっちゃ妥協していいやん。まあここでね、なんかあんまり時間食ってても、てか、あれか、取った後のパーツか。うわぁ、ちょっとピンセットがいるな、これ。で、ピンセット入ってるしょ、りょうくん、そこに。いや、多分俺、あ、あ、ほら、これ、りょうにあげたやつ、これ。そう、買ってくれたやつやば。完成、私もまだね、セメント使うような作業になってないんでね。全然手伝わない。それ、セメントなんだ。そう。で、あの人形、俺が買ってあげた3つだよ。いや、おかしいだろ。あれで、あの人形。俺がお米、チャーハン炒めてる時にね、別に買ってあげたの。めちゃくちゃなんか、誰もこっち向いてないけど、2匹下になって、1匹うつ伏せになってるけど。さっきミスさんのベッドになってる。うん、気持ちよかったけど。ちっちゃ、見てこれ、もうこんなパーツ破損しよって。見てください、これ。りょうくん、これをプラスチックなんだから、これが元ですね、これがね。ごめんなさい。今こっち側はこの片っぽ割れてしまいましたね。ここにくっつけていきましょう。いや、これちょっと大変ですね、これね。大変ですよ、皆さん。そんなことですよ、これは。本当にすごいな、ガンプラ職人さん。いや、それでだってあなた、じゃあそのモビルスーツ乗ってくださいって乗ります？いや、ちょっと壊れちゃったけど大丈夫大丈夫って言って、足なんて飾りですって言って乗れるんですか？意味がわかんない。何言ってんの。今村さんどうですか？本当ね、これ
夢丸さんはちょっとね、なんかそういう細かい作業好きそうだけどね、いかんせんパワーでねやっちゃいそうなんですよね。好きそう。これをはめればいいですね。経験者夢丸。いやないね。兄ちゃんがやってた感じはある。見てたところ。あ、パーツできました。僕の初パーツ、多分足首。ああ、そんな見えもしないやつね。見えもしないとこです。関節。大事よそれ。B8 ね。次。で関節を丁寧に作るので、後からね、すごい強気で押し込まんってなくなったりするから。そういうのが出てくるんだ。ちゃんとカチッと食べよう、カチッと食べないとね。地獄のように小さいなこれ。結構違う。いやこれ哲也とゆかの仲間たちもはめることできた。いやなかなかね大変ですよ。でしょ。哲也とゆかの仲間たち大体哲也の趣味にはまっていくんだけどね、これはきついんじゃないかと思う。ハードル高いと思うよ。ハマった時に自分からすごい意欲を持って調べるかどうかってのが大事ですね。あらゆるものをだって哲也色に染めてきたじゃん。そうね。哲也今何期組み上げた？まだ俺まあ一応3かな。僕もね、グフカスタムね、やったんですけどね、なんかあいつ愛なくなっちゃって途中で壊れちゃったんですよ。壊れちゃって、今リョウ君みたいにバキッてやっちゃって、まあ、頭ガチガチになっちゃってね、それでちょっとなんか頭ガチガチになっちゃった。そう。どんだけ盛大に壊したんだ。結構一番良くないとこ壊しちゃって、もう一回ちゃんと作り直そうと思ってるんで。おう、すごいその心意気。一緒やん、この C の8と C の7。くっつかねえ。大変なことどうしようかな。僕ガンダム系だったら陸戦型ガンダムにしようかな。陸戦型ガンダムの RG とかあるかな。あんじゃない。あ、RG どうだっけ。こんだけのパーツだって1個なくなって分かるかな。多分これ これがどこのパーツか分からんからな。いや僕もちょっと哲也の持ってる皿みたいなやつ絶対買わんってかんな。うん、普通に組むだけなら私もちょっといヤスリをねしっかりかけるんだったら、ちょっとこれしんどいやこれ本当に。今後ね、そういう失敗が自分にも起こり得るから、ああ学んでいくって手だよ。手だよじゃねえわ。夢丸はなんか素質ありますね。一緒にザク2作り大会やりましょう。やりたいですね、うん、あー気持ちいいぞこれ。ちょっとすごくないな、うん、すごってなったでしょ。作ってってんな俺ロボット今。しかもシナンジュってなかなか組んでて楽しいんじゃない。あ、ここ動くんだ。そう、それそれそれ来たね。それですよ。そうで、夢丸さんガンダムし見たことあります？僕ちなみにないんですよ。いやそれ作品見ちゃったりしてね、はい、この機体にはこいつが乗ってるんだみたいな。僕のね頑張って作ったねグフカスタムっていうね機体にはノリス・パッカードっていう、ね、おっさんが乗ってるんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、やっぱそういうのあるとやっぱり愛がある。やっぱりそうですよね。いやノリスこんな機体乗せれないなら作り直そうとなりますから。そっか、愛のあるキャラクターとか作っもういっちゃうとそいつを守るために作り始めちゃうから、そう丁寧に作んなきゃ。なるほどね。ちょっと待ちですねこれ。りょうさんが壊したやつ哲也くんが直してる。ありがとう。いや、いやこいつマジで怪しいぞ本当に。やっちゃうかもしれない。